こんにちは。12月の8日月曜日の日替わり竹部でございます。さて本日の東京市場でございますが、まあ、ちょっとご案内させていただきたいのが2つの資料でございます。でまずはどっちがいいのか、まあ、東京市場でございますので、ちょっとこちらの方に持っているのからご案内させていただきましょうか。本日の8時50分でございますけれども、こちらは内閣府が発表いたしました7月9月の GDP 改定値でございます。ちょっとマーケットの方がサプライズになりました。まあ、前期比でのマイナス 0.5 で、年率の方がマイナス 1.9% と、これ総務省の方、どなたでもウェブサイトの方をご覧になれば見れるところでございます。でこれを受けてなんでございますけども、竹部的には実はですね、さらなる QE3 に向けての期待感が高まるのかなというふうにして見ていたんでございますけども、121円台のちょっと半ばを突破することができず、まあ、後半に躍り出ることができずに、下押しで、日経平均株価も1万8000円水準というのがこれシンボリックに意識されていたわけでございますけれども、この水準ちょっと下回るというような動きになっての本日東京市場の幕開けでございました。でドル円相場でございますけれども、まあ、こちらの方で注目されましたのはやはり米国雇用統計によってのドルブル、ドル強気での持続性というところでしょうか。で先ほど、持ってましたのがこちらの方でございます。こちらの方もウェブサイト、どなたでもご覧になれますので、ぜひ今一度ご確認をしていただければと思います。こちらのは米国の労働省労働統計局と、ちょっと竹部が発音悪いですけれども、ビューロースタスティックスとちょっと下噛んじゃいそうでございますけれども、労働統計局のデータでございます。でこちらも出ておりますけれども、非農業部門の数字が 32.1 万人と、23万人ぐらいのところでの予想数値でございますけれども、大きく改善で、雇用統計の数字の方は 5.8% と変わりませんでした。でこちらの内容に関しては、先週の金曜日でございます、米国の雇用統計、まあ、に合わせてガチンコ雇用統計、私竹部と遠蔵さんこと田代さんの方でこれ生中継の方でご案内させていただきました。ドルがかなりですね、予想を上回って、米国の雇用統計の予想を上回ってドルが買われたという経緯がございますが、先ほど今度は、申し上げました通り、GDP の方でのちょっとですね、やはり、まあ、私は円売りにつながるのかなというふうに思っていたんでございますけども、どちらかというとヘッジファンド海外系が中心となって、ドルロングポジションをちょっと調整したというような指摘観測、それに合わせてございますが、やはり121円台という水準からなんでしょうか、輸出企業もしくは短期売りというところでかなり売り物が持ち込まれたというふうにして指摘されております。さてそこででございますが、今回はこの雇用統計を受けてのドル円相場がどうなるかというところで、どうする米雇用統計後のドル円戦術と題してご案内させていただこうかと思います。でいずれにしてもでございますけれども、竹部的なストラテジーイメージでございます、あくまでもイメージでございますけれども、やはり121円台の前半は硬いよねというところで見ております。121円の30銭水準がダブルボトム水準に、失礼、トリプルボトム水準でしょうか、まあ、この水準がちょっと硬いと。でこの水準も、まあ、ロンドン勢参入をもってして少し下押しの場面も出てきてもおかしくはないと思いますが、基本的にはドルのセンチメント変わっておりませんので、基本的には強気でございます。そのなりますと強気の案でございます。あくまでもこれ竹部的なストラテジー案でございますが、まあ、121円台の前半から半ばでかなりざっくり感でございますが、ドル買い円売りのポジションをどうするのかとなりますと、121円の86銭、まあ、今朝朝ですね、朝の高値水準もしくは122円水準、この水準はやはりですね、上値が重いと思っておりますので、この水準で一旦利益確定、もしくはさらにこの水準を超えた場合でございますけれども、強気強気で見て122円の半ばを意識するようなところで、まあ5060水準を超えていったらさらに強気と見たいところでございます。これ2案は122円の後半というふうにして書きましたが、まあ、場合によって122円台の半ばでも、まあ、利益確定で一旦逃げてもいいのかなと、利食い千輪力也でございますので、この水準でもいいのかなというふうにして見ております。でこの根拠何かというと、やはり115円120円、そして120円125円というような形でレンジ移行したというような形で私は推測しておりますので、現在がその120円125円の下限、下限をもってしてこの121円台前半の下値堅さを見て125円を目指して上がっていくのではないかというような中期的な観測に基づいての、まあ、観測というか推測でございますに基づいての122円の、まあ、半ば、もしくはこの2案122円の後半ターゲットと見ております。ただしもちろんでございますが、強気と一辺倒ではダメですよというところでございますので、脱出
口案、まあ、エグジット案としては、1-30割れで一旦仕切る、もしくは、ちょっともう少し頑張って、121円のちょうど割れ、2案でございますけども、1のちょうど割れ水準のところで一旦仕切ると。ただし、悔しいというふうにして、まあ、感情をあまり交えてはいけないんですけども、基本的には硬いというふうにして見ております。そうなりますとこの黄色いところちょっと見づらいかもしれませんが、先週の5日ございました米国の雇用統計での上昇帯を埋め戻していく可能性があるのではないかと、そこまで下がるのならばというところで、ここで一旦今度は売りを仕掛けをもってして、今度は120円の40銭水準、要は米国の雇用統計が始まった水準で買い戻しして、ここでもう一度、ドル買い円売りの新規メイクをして次のステージに待つと、まあ、かなりちょっと悔し紛れ的な部分での反撃案でございますけれども、基本的なセンチメントとしてはまだまだ右肩上がりというふうにして見てる流れの中での今回のこのドル円戦術でございます。右側ちょっと見づらいかもしれませんが、ドルは先週の金曜日、そして木曜日終わり値日、前日日、そして金曜日終わり値日で見た場合はドルは全面高になってますよというところで、基本的にはドルは全て対主要化について対して強含んでますよという流れの持続性が本日も図られるというところで、ドルブルというような形での根本的な基本戦術でございます。さて、でここででございますけれども、雇用統計を受けて、まあ、今週 いろいろテーマがあると思います。もう皆さんご存知の通り衆議院の解散がございましたので、週末、今週末でございますけれども投開票がございます。そこで本日のテーマでございますが、改めて今週の重要指標とで、毎回ですと月曜日は流しますみたいな言い方をしているんですが、実は本日でございますけれども、時間の方は24時でございますが、これ以前ご案内させていただいたかと思います。アメリカのこれ FRB でございます。労働市場のこの総合的な環境指数を示すんだというところで、労働市場情勢指数というものを今これ LMCI というふうに書いてますが、この数字が発表されます。でこの数字かなり注目されているというところでございます。なぜならば、つい先だっての雇用統計、非農業部門の雇用者数が非常に良かったよというところ、要は雇用の改善、そうしたところで、FRB がどういった判断を見せるのかというところでございます。19の雇用関連指標という言い方になりますでしょうか、イエレンダッシュボードというふうにして言われて、その中から算出して雇用統計の翌営業日に発表するというのが先々月からなされているわけでございますけれども、今回9月が確か 4.0 で、今回も、まあ、前回でございますけれども 4.0 でございましたので、まあ、景気回復期待値という言い方をするとこの4以上という言い方になりますでしょうか。そうなりますとこの数字上回ってくるようですと、円売りの事情ではなくて、まあ、先ほど申し上げました本邦の GDP の確定値あまりよろしくなかったですねというふうにして申し上げましたが、ドル事情として今夜また、ドルが大幅高になる可能性というところはこの、数字から一応身構えておく必要性があるのではないかなというふうにして見ております。さて、そして12月の9日火曜日でございますけれども、この辺は米国ではなくてどちらかというとドイツ、ユーロ圏が追加緩和姿勢を強める中でユーロ安の恩恵を受けている、ドイツがどういった数字を出すのか、この辺は12月の9日でございます火曜日、夕刻でございますが十分ご注意をしていただければと思います。そして今度は、実は12月の10日、いっぱいございまして、実は2枚資料を分けているんですが、ポイントとしてはまずは本邦の企業物価指数を見た後に、その後でございます、中国の生産物価指数もしくは消費物価指数、こういったところから豪ドルがどういった反応を示すのか十分注意をしておく必要性があろうかと思います。実は本日でございますけれども中国の貿易収支が発表されました。輸入減というような数字の流れの中から豪ドル売りというふうにして反応しております。豪ドル円お持ちの方はこの中国指標十分ご注意をしていただければというふうにして思います。続いて12月の11日でございますけれども早朝から RBNZ の政策会合がございます。おそらく 3.5%で据え置きというふうにしてなろうかと思いますが、だいたい非公式な形で RBNZ のいろんな要人の方がおっしゃいますので、これによってニュージーランドドル円が大きく動いてくる可能性あろうかと思います。十分ご注意していただければと思います。それに合わせてでございますが9時半にオーストラリアの雇用関連指標が出てまいりますので、これでいつも大きくぶらされる可能性がある、要は12月11日の木曜日は
オセアニア関連指標にご注意くださいというところでございます。続きまして、同じくこちらのは12月11日でございますけれども、この日、ちょっと注目しておきたいのは米国の小売売上高でございます。雇用関連指標が強気だよねというところ、まあ、その、ほぼほぼ同じ時間帯に新規失業保険申請件数も発表されます。前回ちょっと、悪化していたような経緯ございましたけども、予想数値よりもですね、悪化していたような経緯ございましたけども、つい先立っての雇用関連、米国の雇用指数がまあよろしかった。そしてベージュブック、各地区連銀などでは雇用の拡大というふうにしてかなり強気で見ておりますので、この新規失業保険申請件数と相まって小売売上高がどういった数字で出てくるのか、この辺は十分注目しておく必要性があろうかと思います。続きまして、最後でございますね、12月の12日金曜日、こちらの方もですね、中国関連指標ございますが、夜になって米国の指標が、まあ、こちらの方は、ミシガン大の速報値などが、景況判断としては十分注目されるところでございますが、さてここで、ちょっとまあ今から申し上げるのは早すぎるかとは思いますが、ここ最近になってちょっと警戒されておりますのが、イスラム関連において中東情勢だとか、こういったところ、また、まあ、空爆とまでは言わないでしょうけども、ちょっとと警戒感が高まっている報道が出てきておりますので、週末においては地政学リスクというのをものを十分注意しておく一方で、12月の14日でございますが、選挙がございます。この選挙、まあ、衆院選の投開票の中では基本的には与党優勢というふうにして出ておりますが、どういった思惑、どういった形で、まあ、バイザホープバイ、セルザファクターという形なんでしょうか、まあ、非常に、言い方が微妙なところでございますけれども、事実で買って、もう一回事実で買ってくる形になるのかどうか、普段でしたらバイザルーマー、セルザファクトというような形になるかと思いますけれども、もう一回押してくるのかどうか、もう一回上げてくるのかどうかというのが、この週明けの12月15日に問われてくるところかと思いますので、そしてこの朝でございますが、日銀の短観もございます。そうなりますと、それを前倒しして、相応のポジションはもちろん、リスクポジションというのはロールオーバーしてもそれぞれ皆様方のこの投資のスタンス、リスクの許容度においてありかとは思いますが、まあ全般的にはポジション東京勢は縮小してくる可能性があるのかなというところはこの12日でございます。今から申し上げるのはちょっと早すぎるかもしれませんが、ちょっとこの辺は十分ご注意していただければと思います。で、この12日でございますけれども、週末というところではございますが、12月オプ、225先物オプションでこれ S9 でございますので、だいたいこの時が終わったらですね、外人税はクリスマスに入っていくよって話になるんですけども、12月のこの12日が終わった翌週というのはまた FRB があったり日銀の金融政策会合というのも17、19というふうにして控えております。そうしたところは十分ご注意していただければと思う一方で、ちょっとこれ12日でございますが、11日、韓国中銀などもまたこれ政策会合はございます。おそらく 2.0%で据え置きかとは思いますが、以前でございます、韓国中銀の総裁の方からは円安警戒論というふうにして出ておりましたので、今週でございますけれども、このご存知の通り韓国ウォン円と日経平均株価の、まあ、同調性というんでしょうか、同じような動きをするというものと S q、 そして IPO に関しても大変、まあ、ちょっと12月はラッシュでございますので、元金売りなども含めて、日経225指数、思惑が高まってくるかもしれません。株の方は為替なんでございますけども、為替市場関係者も今度は日経平均株価を睨んでの今週というふうにして見ておりますので、お取引お取り組みの際にはですね、他の金融商品の動向の方も十分ご留意していただいてお取り組みいただければと思います。以上、12月の8日月曜日の日替わり竹部でございました。